いいね、なんか食後のお酒、ね、これから働くのかと思ってやんなっちゃうね、本当。いいじゃん、力もらえたわよね、サボテンパワーでね。そうよ、でもあれ私たちがパワーもらいすぎて枯れていくかも。なんでやめてよ。わかる。家でやるさ、フレンチトーストって食パンのやつじゃない、ね、これバゲットだもん、美味しいよね。これが本当のあれだよね、フレンチトーストなんだよね多分、バゲットのやつが美味しい。でもアプリコットもこれ、この白いのは何、ヨーグルト？違う違う、クリームだよ、生クリームだよ。あ、そうなんだ、ホイップだよね、うん、あ、このなんでヨーグルトが作るんだよ。でも、わかんないよね、なんか斬新な感じでね、なんだろう、うん、おいしい。もうちょっとね、欲張ってこうフレンチトーストとかだとバターを効かせるっていう方法もあるんだけども、バター使ってないんですよね、ここね。そう。だから、うん、ある意味こう、なんだろう、こうしっとりしてるんだけども、ヘルシーにっていうか、さっぱり食べれるっていうところがあって、で、ちょっと物足りないなと思ったら、このホイップクリームをつけてね、うん、食べるといいかなって。うん、美味しいね。まず作んないよね、家でね、フレンチトーストってね。まるまる一個食べれないですね、なんかバゲット、うん、なんや、何家で作ったやつとか、え、意味がわかんない、まるまる一個食べれないって なんていうの、一個作るためにもったいなくない、うん、と思って、あ、卵とか、うん、そうそういうのを用意するのがね、卵のサイズ、小さいサイズにすればいいし。何の小さいサイズ、M とか L とかあるし、あ、水に買う、値段で大事よ、値段ね、玉の大きさって。またまた卵の玉の大きさ、なんで私はやらしい女みたいに。でっかい方がいいんですか、ちっちゃい方が、卵はでかい方がいいだろう。あ、いや、ちっちゃい方がいいのかなと思った、うん、使いやすいから。でも私ちっちゃいんだと我慢できない。何が玉、玉。何喜んでんの、いやいやいや、卵の話ですよ。いやいや、分かりますけど、だから M サイズぐらいでしょ。うん、 S ってないよね、 L から LL、 A さんから、あれな、もううずらの卵じゃない。あー、そうかもね、確かに。うずらじゃ満足できないわ、うん、うずらな、うずら最近食べて、おいしいね、うん、だから私一番だ。あ、ブルーベリー、ベリー、おいしい。うん、餃子さん食べるの早いね。早いね。ごちそうさまです。うん、完食。おいしい。うん、あ、おいしいね。これ紅茶ってさ、一杯で終わんなくて、なんか何回か自分でつげるのがポットで出てくると嬉しいよね、うん、よいしょ。はあ、しょっぱいのどうだった？美味しい。あら、あと10個はいける。あと10個はいける。ね、今ね、ダイエット中なんで、ドクターストップがかかって。現役だったら20個はいける。現役だったら、フードファイターか。わかる。やだ、もう紅茶も全部飲み終わっちゃった。どうしようかな。変わり。このお店は、でも紅茶以外にも自慢があるんですよね、俊彦さん。そうですね。紅茶を使ったお酒やブランデーを数多く作る。紅茶を使ったお酒。疲れる。疲れる。役所。どうしようかな、アルコール。ブランデー？おすすめはマルコポロの紅茶を使った。マルコポロ。マルコポロしっかり。口縛りで。じゃあ。マルコポーロのお酒をください。はい、飲みさんお酒でしょ。まだ飲み終わってないわよね、うん、あと飲み終わってから頼んだよ。頼んでいいから。頼んでいいから。これチェイサー、チェイサーっていう感じがない、ちゃんと飲み切って。飲み終わって、ごちそうさまでした。はい、ひとみさんもペロリで、うん、珍しいね。うん、フードロスの瞳なの。フードロスの瞳っていう。でも最近全部食べてる、ね、最近食べてる、ね、いや、そうでもない。あのおにぎり後ろに食いかけ残してる。ああ、店でね。あれはね、だって嫌じゃない、食いかけがずっと後ろに置いてある。だからなんか食べきるっていうのをしないんだよね。なんか食べかけで置いておいて、またお腹空いたら食べようってタイプなんだよね。それってちょっと動物っぽいよね。ああ、大丈夫だった。
始まったよまたこれ。ネズミちゃん。わかんないけど、なんか食べかけのネズミっ子クラブ。いやリスリスでしょ。食べかけのものをなんかどっかに隠しておいて後でまた食べようっていう発想がちょっと動物っぽい。リスっぽいよ。リス。あ、可愛らしい。チッペンデールか。チッペンデール。チッペンデール。ドリサな。ドリサなんだろうね。猫じゃん。バリ猫だから。大きいね。ダメな。いや、わかんない。でもわかんない。でも大きさ的にも。あ、毛がふわっとしてるから大きいよね。いや、でもホワイトタイガー。ちょっとタイガーじゃん。タイガー。猫科じゃん。猫科じゃん。そうだ。うわ。うわ。来ました。マルコポロリちゃんの。あ、コニャック。コニャック、ヘネシーですか。あら、ヘネシー。バフルじゃん。ヘネシーはブランデー？ブランデーですね。あ、飲むの？ブランデーのコニャック。ノンアル。ノンアルだから見え。何ブドウジュース。ブドウジュースも。美味しい。ブドウジュース。今はアランミリアっていう。はい。お願いいたします。あ、なんかいやいや取れた。幽霊取りましょう。あとで。あ、今取りますよ。助けて。あとで取る。なんか。あとで取る。トミさん。トミさん後ろ。踏んづけたりするから人見さん。え？あ、踏んづけてた。これじゃない？え？こう私の指の先。ありがとう。踏んだでしょ。踏んでないよ。あ、なんか形変わってる。嘘嘘でな。ありがとうね。人見が乗っても大丈夫。そうよ。大丈夫。筆箱？筆箱高いですよ。ジョーが乗っても。あ、でもあったよね。小学生の時。あったよ。今もあるんだ。今もあんの？カンカン。100人乗っても大丈夫とか。はい。カンカン。それあれ。いただきます。それは淀だじゃなくてなんだっけ。稲葉もどう。稲葉だな。はい。いただきます。あ、おいしい。ヘルシー。すごい。すごい。飲みやすい。やぶなこれ。酔っ払っちゃう。いいじゃん。え、これヘネシーに紅茶の何？紅茶のマルコポーロのシロップ。あ、さっきのシロップ。そう。あら、やだもん今日。マルコポーロのシロップ漬けは私は美味しいブドウジュース。でも本当ワインみたいね。ワインに使われるメルロ。メルロ。メルロ。メグロ。メグロじゃないのよ。メグロ。メルロ。またどうしようかな。ミスティアベルジュっていうお酒。ああ、ミスティアってあの。あれ、アムロちゃん、アムロちゃんコマーシャルあったんですね。あったね。それミスティオね。ミスティオの。うん、ミスティアあるね。ブドウのあの緑のやつ。いただきます。何？あとは濃厚です。あ、濃厚なんだ。よかった。これで薄かったらどうしようかと思って。これ何？これはあのジンに漬け込んだお酒。ジンに？あ、いいかも。で、ロックで。あ、それがいい。大丈夫酒飲んで。はい、トミさん酔って荒ぶった感じが素敵だから。なんで？ね、またこの後仕事だから。カエナ、もう一杯飲む。もう一杯飲む。カエナ、カエナ。あ、それどういうさんね。もうこの前初めてお客さんにうじぶしやろうって言いました。何があったのそれ。いや、なんかパッチをバカにしてしたの。なんで？おい、北関東みたいな感じで言ったの。で、パッチ全然世田谷ちゃん。北関東のブスがとか言ったから、これうじぶしやろ。大声。商売ってね、あんまりこうおとなしいだけだと舐められる時がある。あと昔言われたのゲーマーのままで言われるのが、プロよって言いなさいって言う。私プロよっつって。なんかこう、ふっかけに言われたら、私プロよっつったら、何のプロよって思うじゃん。だからその間に、毅然とした態度で言えばいいわけです。ゲーマーごめんなさい、意味がよくわかんない。だから絡まれたらいい。絡まれた。お店絡まれたな。お店とか。プロよ。プロってそう。なんでその逃げ方。バカーな。私もさ、これずっと未だに何なん、なんでプロよって言うの。でも使ったことないでしょ。未だにわかんないんだ。使ってないんだ。価値あるお金の増やし方。お待ちください。あ、来た。これジン？うん。スモーキー薬杉のジンです。あら、スモーキー薬杉？薬杉でいぶした。なんかね、なんていうの、チーズの匂いがして、あのスモークチーズ、チーズのあれね、スモークでしょ。そうそうそう、葉っぱとか木とか植物を燃やしてる匂いでしょ。そう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 、そう言ってよ。懐かしい匂いがする。何チーズって、スモークチーズ。懐かしい匂い。あれですよ、小学校の。あ、これだからジンが入ったから、あれ
ジンの匂いがするんだよね。そうです。あれだけ匂うと本当にスモークとか。じゃあいただきます。はい。はい。飲んで。はい。頼んで感想。はい。飲んで。どうぞ。どうだ。あ、ちゃんとあのスモークの味する。ジンの味と。ちゃんとって言い方がさ失礼よ。でしょうね。大人の味。あんた大人よ。もう45だから。やっぱジンってなんかほらおじさんが飲むイメージじゃん。そんなことないわ。あ、まあそうだけど。ジンもおじさん。なんだろう、だから バブルの頃に流行った。サラリーマンのジントニックとかね。バブル。ジントニック今も普通に流行ってる。あるけどなんか流行ってるバブルのイメージ。ジンバックとか。うん。でも美味しいなんか。このブドウジュースとか普通のブドウジュースとね。あ、本当。そんなに濃いの。なんかちょっとあれドリューさんがブドウのせいみたいになってきた。本当に。なんで目ギョロッとさせたの。何でも上がれるんだもん。スーパーモデル目ギョロッとさせる。させるじゃん。知らないんだけど。それあれじゃないの。團十郎じゃないの。近い團十郎じゃないの。ケイトモスもそう。なんだっけ。ケイトモス女優よ。あ、女優かあれは。目ギョロッとさせる。いや、いらない。貞子。すげえ。貞子はこうなる。あ、まあそうだ。すぐ貞子もできるよね。すごいわね。これただの前髪こすよ。ちょっと網が見える。木村大さん網なんだね。そうただこれ美人しか出ない。そうよね。なんかやっぱ美人だから女優だもんね。美人だから貞子にもなれる。怖っ。どこ見てんのカメラ。あ、カメラ見てるんだ。あ、でもいいね。なんか食後のお酒、ね、まったりで。これから働くのかと思ってやんなっちゃうね。本当いいじゃん、元気になったじゃん。うん、力もらえたわよね、サボテンパワーでね。そうよ、うん、でもあれな、私たちがパワーもらいすぎて枯れてっかも。なんでやめてよ。店のサボテン全部。そうそう、入り口にも置いてあるもんね。3人来たんで枯れたよみたいな。じゃあ芸はパワーが大きいから、うん、だから芸が来たら繁盛してる。こっちね、枯れたら枯れたら繁盛してる。そう逆も入るからパワー吸い取られる。ごめんなさいね、なんかもうちょっと無視してください。なんでちょっと完全に無視の方がまだいいんだけど。わかる。ところで秋といったら恋の季節なんですけど、はい、なんか秋の恋とかしてるんですか、二人は。秋ですか。リアルの予定があったんですけども、横浜で、横浜でデートの予定があったんですけど。横浜でデートいいじゃん、最高じゃん。ちょうど体調を崩した時だったんで、相手の方に説明して、うん、ちょっと元気になったら、うん、また会おうね。また会おうね。え、今でも連絡は取ってんの。なんか悪いからしてないです。え、普通の会話がないのね。普通の顔で、なんだから完全に良くならないとできないじゃん。セックスしようぜ。どっちかやから、デートしますか、向こうがデートしたいですか、セックスしたいから、デートでって言った。あ、デートしたいの。だからデートしたいからデートって、セックスだよね、別に横浜までわざわざ行かなくてもいいじゃん。あ、そう。考えて。どんなデートしたいの、横浜で。え、なんかあるよ、これ。あ、なんだっけ、観覧車とか。観覧車乗りたいんだ。コスモワールドとか。っていうの。なんかメジャーなデートしてみたいです。で、なんか伊藤さんとひとみさんにデート中なんだって3人のグループラインに送りつけようかなって。いや別にじゃあ頑張って。どうだったか教えて。あんまり羨ましくない、うん、なんで私がデートしたの。いや別に、ね、なんか良かったなとはもう安心する。そうね、先に私が片付かないと誰がいけないもんね。片付かないって。片付かないって。気使ってくれてるんでしょ。何も。そうね、まずはドリューさんから、ね、長女からここは。でも一生無理じゃん。そう、ひどくない、一生無理じゃん。でも別にみんな言うもん、ドリューさんは片付かないと私で彼氏作れまへんわ。どう大阪人も。なんで大阪から。いやちょっと作れまへんわ。ひとみさんはなんか恋愛ない。曖昧、そういう話も。NG ってなんだよ。上田話がない。どういうキャラだよ。ダメ。で3ヶ月に1回はモテ聞きますけど。モテ聞くんだ。酔ったお客さんに声かけられるだけです。でもあれだよね、外国人にモテるよね、歯のない。それあの、あれだ、そうやったからやめて。あれ、大久保でしょ。だから新大久保をナンパされた話よね。そうそれも4年前の話なんですけど。いやでも恋愛はなんか今はいいかな。今はいい。ミキオさんは、うん、私は外国は私、うん、終わり。あと私何もない。早いな。いいなんもない。まああれはバレないように海外とか。あれ今年行ってないね。だから来年ぐらいから行きたいかな。来年行ってちょめちょめ。ああ。
あら。何あらく。じゃちょべちょべって何ですか。デートでしょ普通。あデート。カジュアルなやつ。B まで行く。デートプラン。B B まで。B がキスだっけ。私たち夏最近物語してた。あれ A がキス、B がペッティングだ。最近言わなくていいから。わかってるから。B まで行ったとで。あーあーあーああよ。だから C は中山美穂の C だ。そうそう。ドレさんってさ、中山美穂似てるよね。え？こんな感じが。なんかそうやって言われたらだんだん。ミポリに見えてきたかも。ミポリ今劣化とか言わないで。劣化美人。ちょっとふっくらした。ちょっとふっくらした。お前にこうなったら筋合いねえ。だからやっぱなんか猫感じなんだよね。猫っぽいんだよ。でもまあ先にドリューさんにね幸せになってほしいよね。ずっと全然感情がなかったよ。今全くなんか AI が答えてる文章。いやでもやっぱ肉屋さんだよね。まあ今が幸せなのかもしれないけど。なんで肉屋さん何やりたい。あ見返してやりたいねんね世間。バカにされ続けてきたから世の中に。そんなことないじゃん。勝手にさ思ってるだけなのにみんな思ってないんじゃない。ヤフーと寄せやりたいんだ。ヤフーって何ですか。あいつにヤフーって寄せてやりたい。ヤフーヤフーなの。ダフンだって言いましたダフンだダフンだでいいダフンだ